トクラス株式会社は主にシステムキッチンやシステムバスなどの住宅機器を製造するメーカー。旧社名はヤマハリビングテック株式会社。本社所在地は静岡県浜松市西区西山町1370番地で、前身は楽器メーカーであるヤマハの家具、住宅設備部門である。1992年に家具、住宅設備部門が分社化され、 ヤマハの100%子会社としてヤマハリビングテックが設立された。2010年には株式の85%がヤマハより日本産業パートナーズを中心とする投資ファンド4社に譲渡された。同社製のシステムバスにはプラグを挿して音楽が聞こえるようになっているものもある。製造子会社としてトクラスプロダクツ株式会社を有する。 1970年代より人造大理石を特徴とした製品に力を入れている。2012年11月14日には大手自動車部品メーカーで創と業務、資本提携を締結した。2013年6月28日、ヤマハ及び投資ファンドの出資分について運動を実施することと、 同年10月1日付で社名をトクラス株式会社に変更することを合わせて発表。2013年10月1日、社名がトクラス株式会社に変更された。名古屋市筑作東山通りにあるトクラスのショールーム。なお、かつて行っていた家具、木製ドア、建材、給湯器などの事業は撤退している。ありがとうございます。